Welcome to Eternal Weekend Asia! レガシーラウンド9、残すところあと2ラウンド。何これ、増えてるやん。レガ黒田が、でも外人ってこれ見てどう思ってるんでしょうね、海外の方々。一体これは何のストリーミングなんだってなってるけど。必死で合わせようとせんねん。イビルツイン並んでええで。さあ、インカミングって言われてる、いっぱい言われてる。インカミングブームですかね、今日空前の。さあ、ラウンド9です。第9回戦、宮崎さんと斉田さんのフィーチャーマッチをお楽しみいただくんですが、斉田さんは、ビッグマジックがユニフォーム契約してるビッグスのメンバーの一人で、よくビッグマジックでも記事を書いてくれてるので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。対する宮崎さんは先ほど、同じ席でプレイされてた宮園さん、マンホークのプレイヤーの方と同じ T シャツを着てるので、なんか調整チームとかなのかもしれない。しかも名前も似てる、ミヤミヤ、ミヤミヤ、ミヤザーマで。確かに確かに。じゃあミヤゾンじゃないか。ミヤゼット、ミヤゾン、ミヤゾンじゃなかった失礼。いそうでおらんからMTG やってたらめちゃ強そうやけど。さあ、あのレベッカゲインのあれがいいですね、スリーブが。ああ、そうやね、宮崎さんがね、うん、はいはい、あの BM がクラウドファンディングで制作費をね、皆さんに出してもらって作ったスリーブになりますけど。さあ、白熱のダイスロール戦、制したのは斉田さんですからね。いっぱいラインですね。ここのプレイヤーたちは勝てばおそらく残る、はい、勝てば次のラウンド ID でボーイの上の引き分けにすることで8勝1敗1分けでトップ8、負けると2敗になり終了という崖っぷちマッチですね。ブロードキャスティングとかありますよ。さっきの多分イビルツインのせいで。ユリコ黒田はどうなりました。3-0から1回負けたんで、終了です。はい、強制ドロップになります、ね。強制ドロップです。ちょっとカメラにスタッフか何かが当たってしまった、ジャッジか何か当たってしまった可能性は。ちょっと見づらいね。ちょっとずれてますかね。ずれたね。ちょっとずれた。ヤニかな。ああ確かに、バッドランドから始まった音はクロリアニメイトの可能性ちょっとありますね。あんまりバッドランドからグリクシスが始めたくないですからね、うん、どっちかというと。さあ、斉田さんは青ミドフェッチを切ってアンダーグラウンド C。 褒めてくれてんねんけどね。まあ言うてもユリコはメインはね、うん、まあ結構デッキの邪魔な部分になっており、サイド後は華麗に変身し、華麗に変身がね、華麗にネメシスに変身するので、ね、あ、でもグリクシスですね。結局ランドの関係もあってバッドランドから行ったんでしょうか、ね、まあ読みづらいからっていうのもあるし。確かにね、サイドさんはコジレックの審問で手札破壊するかな、うん、次のターン打たれますからね。ヒムコラガンコマンドスナップキャスターと3択ですが、ここはヒムを選択。ドカーン音よバッドランド骨折です。土地にも骨の概念があったんですね。イガバナ、イガバナ、イガバナ、これ結構いろんなデッキに強いのでいいカードやね。マリットレイジも確かに永久にブロックできるし、割とメタカードな感じはありますね、うん、ユリコもこっから出せばね、心も痛まない。確かに確かに。もしかしたら斉田さんもそうかもしれません。よう言うな
それ怪しげですよ。グリクシスコントロールとかグリクシスデリバーに1割出してたの可能性も。うん、さあここでブレスト。グリコンはもう着地するとほぼ爆薬がメインにあるかないかってところですよね。まああんまりメインに 入ってても1枚ですよね。うん、だってかなり対処しづらいパーマネントに。アンコウも足し足し一生チャンプですもんね。永久チャンプブロッカー、エターナルチャンプブロッカーをね。まあ永久ではないねんけどね、ライフあるから。確かに確かに。ナインティーンタイムス。抵抗でーす。抵抗ですね。さらにドロー。デルバーっぽくないけどね、抵抗まで入って。っぽくないっすね。ちょっと重めな気はする。からのさらにコジレックの審問で、ネメシス、ネメシスコラコマ、シュンシュオですが、まあ、ネメシスですね、デルト、ニガバラでもチャンプブロックできないので、ここはネメシスを抜いて、相変わらずあれですね、目頭をグッと押さえる癖があるんですね、うん、そうね、考えてるときはそれが多い。絵にはなるんですけど、そこは伸びてくるんですよね、だんだん。伸びます。長年の伸ばし続けた成果がね、かなり伸びるようになる。ゴム人間やから、顔だけ。聖剣好き1万回みたいなもんです。感謝の眉間つまみ。そう。5メートルは伸びると思うよ、多分。伸びすぎでしょう。蝶やん、蝶。人体で5メートルあるとこ、蝶ぐらいでしょう。さあ、宮崎さん、ここはフェッチ3連発ですか。からの3マナでコラガンの命令で、なるほど、打ち消されないうちに回収&ディスカード。セダカードなんすかね、プッシュですかね。プッシュです。まあ確かにこの状況でサイダさんのプッシュはね、ほとんど、まあ、いらないカードっちゃいらないカードなんで。選手の記録はね、選手はプレイヤーは相手の手札をメモしたり、はい、でもライフを変えたりとかしてるんですけど、おそらく手札にネメシスが入ったということをチェックしてるんだと思います。なんか選手の記録は何ですか。スコアか、スコアの話やった。スコアの話か。スコアは 7-1 ですね。 7-1 バブルマッチ。結構ね、この今回日本語で売ってくれてる人も海外の人で頑張って日本語ね、うん、ミネアポリス の, あの空港でリュウジがツイッターで出してたやつが面白くて、はい、レストランのメニューをタブレット iPad で全部できるようになって、はいはいはい、肉の焼き方みたいな感じで書いてあんねんけど、はいはい、珍しい媒体媒体、うん、メディアメディアかメディアムじゃなくて最後よくやりましたねって書いてあって Well done。 めっちゃおもろい、ね、全部間違ってるっていう。頑張って訳さんでいいんやでって。はい、と言ってる間にアンコウが出てきて、すっかりサイダさんがもう攻め攻めることですけども、サイダさんはこれ PC で打ち込んだってデッキリそうですね、うん、綺麗ですよ。一応デルバーですね。デルバー4のアンコウ3、ネメシス3。結構特殊な構成。ビターボロさんも2枚ですね。ニガバナが2枚。ハンデスレンジからのガン攻め。対する宮崎さんはコントロールですね。悪意の一般的なやつ。そうですね。悪意瞬傷、ネメシス、アンコウと。デースとか入ってて。まあ、でも2人ともネメシスがメインでいっぱい入ってるっていうのが特徴かな。確かに。ちょっとこの軍団ね、さばききれないとは思うんですけど。はい、はい、通りました。
サイダさん普段結構モダンプレイしてる印象があって、うんうん、レガシーはそんなにやってないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、全チリぐらいしか無理やね今のは。今のは全チリ、確かに突然の全チリ。オーリスじゃあもうどうやって唱えんねんって話よダークリチャル、ダークリチャル全チリってやってびっくりやねびっくりそう。もうちょっとあったでしょうよ濁の毒流、濁の毒流、逆のやつな一応 X5 でギリギリセーブ。毒の濁流やったらまあでもニガマラが残りますからね。そうやね、ニガマラ残るから結局リーサルな気はしまった。今日エムラクール出すのにエンチャント足りひんねって言ってたやん。ニガマラ、ニガマラ、そうね、通れば強いし、エンチャントとしては優秀、ユリコとも相性がいいし、確かにフェアリーにした方がいいかもしれない。フェアリーにした方がいい。ペルカッタースプライトとか、ね、相性がエンドに、あ、フェアリーユリコ返しに俺たちの妖精どんどん面白くなっていくフェアリー&タイガー、どんどんね、どんどんノイズになってくるんですよね多分ねそうやってフェアリー&タイガーさあ、まあ、ニガバナから始まりね、ハンデス攻めでね、サイダさんが宮崎さんにコントロール一切させずゲーム制しましたけど、サイドボードはですね、何が入ってますかね。アドバンテージゲームなんで、どっちにしても、まあ、ウィルはいっぱい抜けると思います。でクリエンさんにこっちがあると、うん、大体クラスターストームが入ってない。あ、入ってるな、サイダさんは入ってますね。で、まあ、瞬章とかそういう、うん、手数を増やすカードで、コントロール宮崎さんはパイロブラスト、レッドエレメンタルブラスト、ハイドロ、毒、ビターブロッサム、なんか似てるな。こっちもビターブロッサム入ってますね。で、爆薬、ベンテリオン、まあ、おそらくこの構成であればウィルは抜けると思われますですね。無駄なので2対1での自発的に自分がアドバンテージですね。まあ、どんだけネメシスをやり取りできるかが勝負かなですね。ネメシスにお互いパイロブラスとレッドエレメンタルブラスト合わせられると思うか、うん、先に通ってしまうと爆薬なのですよね。でサイズの爆薬なし、エディクトが、いや、まあ、フクロウが邪魔なので、確かにあんまり美味しくないといえば美味しくないが、入れないかも。あのレイズもいっぱい入ってるし、普通にウィル4枚抜いて赤ブラ、赤ブラ、瞬章、クラスターストーンで足りちゃうんで十分ですね、確かに、ね、うん、それでカードとしてはそれぐらいの構成かもしれないです。まあ、グリクシス・デルバーの中でも結構サイダさんのものが独自色が強いですね。うん、ハンデスで個人すごいハンデスいっぱい入ってる。コジレック4をうまく使って重いところを呪文つらの記事でくらましで弾く、まあ、さっきもコジレックのおかげでだいぶ有利になったと。そうですね、ニガバナが2入ってるから思考が濃いじゃない感じなんですよね、うん、そういうところもあるかもっていうところですかね。メインの相性的にはサイダさんの方がうん、まあ、ネメシスが多いとか、あと、まあ、前のめりな強かったのかなっていうのは、ね、明確に狙ってきた感はありますよね、うん、グリコンを知ってるからという、まあ、グリコンが今一番よく知られてるデッキなんで、そうですね、うん、練習もしやすかったでしょうし、井川が結構いいレポートを上げてたので、そうですね、うん、あれで情報量も、ね、あれで分かってる部分は結構多いと思います。
さあ宮崎さんが先手でそのグリップ質コントロール一旦目も安心タッポ状態なんでハンデスから入るんですかね。ここはボンダーから、しかし何らかの試技へ抜けてもグリコシス出れば残りましたね。まあ、元々が強いからね。シギレに黒マナで出せるようにしたのは間違い緑だけやったらまだ全然ちゃうかった。まだね、全然エルフデッキとか使うだけだと思いますよこの神門がパイロもハイドロも効かないのがまた強い。確かに干渉手段としては逃げてますよね。感じパイロブラスト、ハイドロブラスト、爆薬ブリックスですか。これはクロワさんどう落としますか。反動がわからないけど、まあ、手札次第なんやけど、結構この時ブレインストーム落としに行くんやけどね。ほら、よかった。あー、よかった一番無難な選択肢だよさ、返しで宮崎さんは思考が来る。これは、まあ、ポンダで見えてたやつやけど、ポンダー、ウィル、デイズ、ランド、ブレスト。とこれはどうですか、逆に。僕も、ブレインか。でもまあ、パイロ持ってるから、うん、ウィル残してるんですね、サイダーさん。うん、まあ、何枚かは残る可能性はあるんですよ。あんこだけ狙い撃ちとかっていうしたい時もあるので、特に後手の時は若干残ります。ほら、ブレイン誰でも分かるっちゃうよ。めっちゃ嬉しそうやけど、だって基本ブレインストーム抜くもん基本嫌なカードやからね。インディードでしょうねって言われてますよさよう。お互いにブレインストームを抜き合う形になってますけど、うん、サイダーさんはポンダーで、うん、ポンダーの音、そんな雑な音なんですか、うん、だからね、今回のプロツアーの実況まで知らんかったんやけど、はい、あのポンダーって後ろにおっさんの絵入ってる。おっさんの顔入ってます、ね、全然知らんくて。知らんかったんですか。そう、なんかおる怖い怖い怖い、ほんまに知らんかった。あれね、プレイマットで見たらめっちゃでかいっすよ、おっさん。あ、そうなんや。確かに帝都はあの地球みたいなのが3つね。そう、 あの部分しか見てなかったから。惑星3つが目につきますけど、うっすらと親父の顔があるんですよね、後ろに。あれが誰ってことはないんですけど、特にあ、アジャニアジャニ、そんなことない、そんなことない明らかに人の顔してたけどさあ、からのデルバーですね。先にクリーチャー、クロックを展開して、サイダさんが宮崎さんにプレッシャーをかけに行くと。宮崎さんはヒム、このヒムはでかい。ハンド知ってる限りでは、ここはウィルを切りましたね。もうデイズが賞味期限切れそうなこともあって、パイロン持ってたのに押し通せばよかったんじゃないのかな。あ、確かに確かに、ここで切って今何切った。デイズ、デイズ切りました、ね、デイズ切って、そしたらなおさら押し通した方が良かったと思うけどな。そうですね、確かにパイロンって言ったらデイズってされない可能性が高い、うん、めっちゃ高いですね。まあ、あのデルバーを倒そうということで残したのか。デルバーは変身説でしたね。このネメシスを嫌がったか。あ、確かに3ターン目にノーガードになりたくなかったという可能性はありますね。
黒田さんなら結構押し込んでますか。うん、ウィッタランカイト。さあここはアンコウが割とすんなり着地して、このアンコウが落ちてたかもしれないしね。確かにね、まあ、分からんけどね。まあタラレバになってしまいますけどね。これどうせここでパイロ打つんじゃない。はい、デルバーがアキレス腱固めで退場です。あれアキレス腱言ってんですか。なんかおばちゃんがドラゴンの絵みたいなやってるけどそんな UWF みたいな着方でアキレス腱固めで即タップ。ただまあ、はい、デルバーが退場してもね、まあすぐギブアップです。そんなもん反抗でもできる人爆薬まで持ってたから別にデルバーは爆薬でやればよかったしと思って。合計3マナでね対処できるっちゃできるので、確かに焦らなくてもよかったかもしれませんが、とりあえずこのアンコウがねどうにも、うん、これ触れない出ないと。アンコウのアックスボンバーハルクアンコウですかこれ。これもうアウトです。ダブルアンコウで、はい、でもこれハンセンとブロディみたいなもんでしょう。5-5 2体でラリアットとギロチンドロップ同時には止めれませんちゃんとハンセンとブロディの技で返してくれたらちょっと嬉しいなこれは確かにもうドクロダクリを打つにもライフもないし、爆薬で X7 は用意できないし、 X7 払えないマジックの新ルール。6色目7色目がえこっから何かある。こっからね、アンコウ1匹はまああるかもしれんけど、ジェイスでバウンスとかが一応なきにしもあらずなんですけど、ダブルとなるとはディアボリックエディクトが1枚、1枚だけなんですよね。でも爆薬とハイドロは確実に持ってるわけでしょ。確かに。いやもう出札ないからね、うん、これはちょっともう倒す方法はないんじゃないかなと。まあ袋アンコウでもいいわ。あー確かに確かに、一応なんかあるか、まだそう思うと。袋でドローして袋を引いてきたらみたいな、うん、袋エディクトとか春章を持っている。春章ではどうにもならんよ。ならんすね。チャープブロックしながら、まあ、そんなジュニアヘビー級ではとこいつらは止まりません。ヘビー級上げてから来いよと僕らタイガーは見どころしかいいと言ってる。あブレストでまあ一応何かアンサーないか、しかしないですね。ないです。稲妻ブレストと引きましたが、あグルマグでグルマグドローしてれば一応ブロックができて、そうそうそう、だからアンコ一匹は絶対に必要ない。ここでまあ見つからんかったんで、そうですね、もういよいよないでしょ。はい、投了です。はい、というわけで斉田さんが勝って、これで斉田さん8勝1敗なので、はい、あおそらくは次 ID で残れるんじゃないかなと。やっぱりあの紐を押し通しとくべきやったかなというのが結果論ですが、あれがターニングポイントやってた可能性はありますね、うん、あっこでさらに2枚持っていけるんやから絶対やっといた方がいい。すでに見てたデイズがね、ビルで切られてるから、そうそうそう、割と安心してくれるんだけど、それでデイズやったらデイズでしょうがないし、うん、確かに結局あのパイロブラストもデルバーに打つっていう形になったんで、うん、いやいやちょっとね、しょうもなかったでしょ。しかも変身しなかったデルバーに、チチにね、アキレス腱がある。だからさ、ユーの魂ははい、ということで斉田さんが宮崎さんのマスクを買って終わりと言いたいだけでつけるけどじゃあこっちや。
だからこんなしてるからあのコメディアンストリームって言われるんですよちょっと欠けてるパーツを埋めようとしないの、綺麗にはい、というわけでこのラウンド9をお届けしましたがおそらく斉田さんはトップ8だろうというふうに思われます。次のラウンドもいっぱいのプレイヤー同士の対戦を行い、まあ9勝1敗でトップ8に残る人が決まる試合を楽しみなのというふうに思います。はい、最終ラウンドはここに浅原さんが加わって、うん、まあ、マックスメンバーで行こうかな。マックスメンバーで最大値出してもいいことないけどね。まあ、まあ最後やからこの3人負のエネルギーしか生まないから悪い方向にね悪ふざけのマックスパワーが働く可能性ありますけど、まあまあ最後なんて派手に行きましょうと